あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、七橋けんけんです。本日もけんけん TV やっていきたいと思います。では質問を読んでいきましょう。けんけん先生、はじめまして。私はダイエットに狂っています。ダイエットにハマってしまいやめられずにいます。おそらく今自分で見ても痩せすぎの状態です。どのあたりでやめるべきでしょうか。はい、質問ありがとうございます。このねメッセージだけだったので、実際に身長が何センチで体重が何キロですっていう記述はなかったんですけども、まあご本人がね痩せすぎって書いてるんで相当痩せてるんじゃないですかね。太りすぎも良くないですが、痩せすぎも良くないんで、体でも何でもですね普通が一番じゃないかなと僕は思うんですけども、一つですね気になるデータがありまして、どこかの機関の調べだったんですけども、日本人って最も痩せている割にですね自分のことを太っていると思う人が一番多い国だという研究結果みたいなのがあったんですけども、確かにですね僕の相談者さん、クライアント、ホステスとかキャバ嬢のこれ綺麗な細い子が多いんですけども、その子たちに限ってですね痩せたい痩せたいと口々に言っています。もう僕からするとガリガリなんですけどね。でもですね常に痩せたいとかですね、もっともっと細くなりたいみたいなことを話していますね。そもそもなんでこうなったのかわかんないんですけども、やっぱり日本で人気のあった安室ちゃんとか、あのあたりからじゃないかなと僕はまあ今まで振り返ってですね思うんですよね。どん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 そういう人増えてきましたね。モデルの方とかですね、あと韓国のアイドルとかですかね、昔で言うとカラとか、僕の今までの相談のですね経験から見ると、あのあたりから急にねガってそういう人が増えてきたように思いますね。25年ぐらい前はそこまでいなかったような気がします。今や女性や男性も見た目がどう思われるかっていうのは非常に重要なポイントだとは思うんですけども、アメリカハーバード大学のドン・フン・リー博士らの研究によりますと、最も死亡率が高いのは体脂肪量の多い人、まあ要するにむちゃくちゃ太ってる人ですね。そういう人が一番死亡率が高いですよと。ここまではですね当たり前で、僕らもまあそうだろうなという認識があるかもしれませんが、しかし逆にですね痩せている人もダメという結果が出てるんですね。疾患別の死亡率を見てみますと、心血管疾患と癌は太りすぎも痩せすぎも死亡率が非常に高いというデータが出ています。実際理由というのはまだ不明らしいんですが、この結果データっていうのは40歳以上の男性約3万8000人を相手に調べているので、そこそこ信用できるデータだと僕は思います。またその他にも低体重の人、要するに痩せている人は認知症のリスクも上がるという結果も出ているそうです。他にはですね病気だけでなく暴力と自殺による死亡率も BMI が低いほど高くなるという傾向になっています。つまり先ほどの疾患と違って痩せている人ほど暴力、自殺による死亡が多いというデータになっています。というように本日話しましたデータによりますと、最初に僕がね冒頭で言った太りすぎても痩せすぎてもダメ、まあそういうことになります。日本では適正体重、一番いいと言われている体重は BMI 値が22になっております。美的に優れているのは 20.75 と言われているんですけども、要するに20、21、22らへんがいいんじゃないかっていう感じになってますね。ですから完璧に BMI 22を目指さなくてもいいと思うんですけども、まあ大体アバウトにそのあたりを狙っていけば問題ないと存じます。また女性の方は、僕たち男性がですねすごい細い人、痩せてる人のことを好きな人が多いと思ってるかもしれませんけども、僕はね結構女性はですねぽっちゃりの人が好きなんですよね。またこのチャンネルでよく出てくる調教師さんも僕と趣味が同じでですね、細い人よりはぽっちゃりの方が好きといつも話しています。ですのでまずはですね痩せたいという女性の気持ち分かりますけども、やっぱり健康が一番大事ですよっていうことですね。あとよくですね女性は目標マイナス何キロって話しますけども、体重よりは体脂肪を気にした方がいいと思います。それゆえ何月末までにマイナス何キロというよりは BMI 値を22にするとか21にするとか、そういうのを目指した方がいいと思います。はい、ということで本日も質問ありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。